やっていきましょうか。バイオハザード4。完全にサングラスが髪の毛を貫通してたけどね。逆か。サングラスを髪の毛が貫通してたから。はい。まあ、可愛いけど何でもいいんだけど、あ、なんだ、星だと思ってたらなんか風車っぽいあれだったのね。まあ、可愛い。できればこの状態を、ザッツ注目させてもらいたいんだけどな。さあ、侵入者。ビビビビビビビ。ねえ。ほんともう、やる気満々だよね。僕はこのことやる気満々やけどな。最後か、ということで。こっち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 。おいで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 。さあ、おいで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 。あれか、彼女、その携帯持ってかなくていいの。いいね、いいね、いいね、いいね。いいね。いいね。って言いながら、はい、よし。はしごを登ってもらいましょう。わかったわって言いながらもうすでに行動に移してくれるその行動力最高たまらない好きだよ。そしてチャンネル登録ボタンを押してくださるそこの視聴者のあなたその行動力も愛してるよ。気持ち悪い。ううう、うん、そうなんですよね。まあもうちょっと雰囲気変わったかもしれないけど一応ね過去の動画を遡っていくと全然言ってることが違う時があって、まあ、やってることが全然違う時があって、その時にね、もう顔出ししたからね、え、今見たら、そんな奴が、そんなこと言ってんのみたいなね。あ、眩しいの眩しいの、眩しい。でもあれサングラスしてるから、そんな関係ないんじゃないですかね。ねえ。ちなみにこれ、ほら、過去作でさ、バイオ5で、ゼブラの格好とかしてた時にさ、あとか世紀末の格好してる時のクリスってさ、閃光弾投げても食らわない。眩しくないっていうのがあったじゃないですか。今回のレオンって閃光弾投げて、今スポーツサングラスしてるけど大丈夫なのかな。で、私の目的はあなたを受け止めることではなくって、はい。下地と、そしてストッキングから垣間見える白いおパンツを見ることです。ちら。あ。もう好きって状態になってる。完全にこれあれなんだよね、多分ね。だから、後半の方に来りつれてさ、なんか、ほら、私もエージェントになろうかなって、最高のチームじゃないとかっていろいろね、アシーちゃんが言ってるとかするけど、結局好きだからだろうね、レオンのことね。レオンのことが好き好きでたまらないからそういうこと言っちゃうっていう、そんな感じだね。さすがね、コンドルは。クンジョンボーン。すぐにヘリを向かわせる。はい、お願いします。そちらに回収地点の座標を。回収地点に出せよ、座標を。今すぐそこへ向かってくれる。これざ、ちょっと座標、座標送ってくれたんだっけ。天気も崩れてきてるから。それじゃ。はーい、またねー。で、座標を送ってくれたはいいんだけど、農場でここだよね。あ、送られてないわ。そもそもあれだよね。どうやって行くのっていう話だもんね。ここにね。あ、てかどうやってじゃない。どこに止めんのよっていう話だもんね。もともと座標をね。で、教会で村長の家行って、まあ、アイテムを取らなきゃいけないから、ぬん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 。で、よし。さあ、慎重に慎重に。こっからは、奴らに見つかったら終わりだ。めんどくさいことになるから、ダイナミック、おやすみなさーい。よし。で、こっからどんくらい来るかなんだよな。どんくらい、わなくらい。バレてない、バレてない。え、バレた？あ、バレてないよね。バレてないね。で、これまだ来るよね。何体来るんだっけ？ 2 体くらい？いや、本当に。いや、アシュリー全然隠れる気がないんだよな。隠れられてないんだよ。あ、来た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 。で、中入っていきます。出てくる？出てきはしないか。バレた。後ろにいろ。ちょ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 おじさんおじさんおじさん。前世はきっとおじさんだった。うっそやん。アシュリー帰っておいで。ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。前世はきっとおじさんだったよね。ほ課金あっちゃいって。くそだれ。朝から一発もらいやがって。めっちゃ夜中やけど今。ほい課金。課金、あ、まあ、いいわ。この課金でダメージ食らってくれてんのかな、わかんない。よいしょ、オッケー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 。で、中に入ってった連中は、もう、外に出てくることはない。
で、こっちから慎重に行こう。バレたら終わりのつもりで行こう。めっちゃ歩いてる。大丈夫、バレてない？バレてないね。よし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 。こっちです、こっちです。お嬢さん、こちらです。わーお、こっちです。ここは、みたい？だね。おー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 。バレた？あ、バレてる！ほっ！あ、課金！あ、ちょちょ、課金、課金しない、課金しない。ほっ、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 オッケー、痛い。ほっ、課金！あ、え？全然食ら、全然食らってくんないね。なぜだ？ほい。あー、もういいや。触手野郎。え？触手野郎のバカ野郎、何してんねん。ほっ、お助け申す。お助け申す。帰っておいで。ほっ、ほっ、ほっ。あ、あ、ちょっと待って、嘘やん、レオン。ちょっと待って、レオンやばい、レオン。あ、もう回復薬がない。ほっ、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 オッケー。で、追加発注はないね。よし。ほんと、ボリュームディスカウントしてくれないと。たまったもんじゃねえぜ。ほっ、おりゃ！あー、まいわ。オッケー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 。で、いないね。わー、めっちゃ燃えてる。んで、こっち、ちゃか。あ、これ、一回破壊したら俺だっけ、吸って。あ、もうおしまいか。なるほどね。めっちゃドアップやったな。ああ、ほんと毎日が大変ですね。ついに回復薬が尽きた。貯金は尽きた。さあどうする？新しいのを見せてくれい。新しいの、新しいの。ねえや。貯金6個しか買えない。紋章の鍵もうあれなんだ。売っちゃっていいんだね。へえ。ってなれば、ちょっと待てよ。ほい。トニー・ヒューストン。貯金。貯金。やった、クラフトボーナスだ。あ？あ、意外とガンパウダーってないんだね。で、強化もできない。先行弾。あ、先行弾ね。なるほどね。で、また来ます。の前に、また来るんだけど、その前にちょっとこいつで組み合わせ。これは同じ色系にしてた方がいいのかな？スリーカラーズよりも、あれだよね。ワンカラー、トリオボーナスの方が、そうだね、1.3 倍とかになるもんね。で、こいつは、あー、意外、ちょっと待って。これ、あ、これも一緒か。ほい。ほい。ほい。で、あー、なるほどね。これも、そうだね、これはとりあえず、こうして、こうしておく。で、こいつはフラミンゴは、で、あー、戻ってきたね。じゃあ、これはこれでいいや。フラララフ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 ラ。結構もうこれでなんとかなるんじゃないかっていう気はするけどね。で、あー、これあれか。あー、こいつか。こいつやれんのかな？てか、回復薬がないんだよね。休憩はしません。できません。ダメだ。我慢して。よし、行くか。わかった。あ、ちょ。やっぱ金玉は栄養たっぷりだから、普通に持っとけばよかったかな。で、S、こっち、めっちゃ見てる、向こう向いてくんないかな。無理かな。仕方ない。走っていく。おりゃ！なるほど。認知される前にぶち殺せば、なんとかなるっていう話ですね。こっち側はいたっけ、おばあちゃん。おばあちゃんは、あ、いないね。これ、確か下にいるんじゃなかったっけな。地下空洞行こうと思うと、待って、めっちゃゴリラいなかった、今。まあ、牛なんだけどさ。牛が笑って、うっしっしーはいるね。がっつりいるね。武器持ってくれてるやつの方が良かったりするんだけどね。ということで、登っていきましょう。ここ開けたらいるとか。
あ、いないね。よし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 。よーしよ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 し。うわうわバレた今。バレた？バレてたらやばい。大丈夫だよね。ほっ。全然向こう側見えん。え？牛は？よし、行け。こいつは後ろからスニーキングできたら楽なったんだけど、気のせいでした。あぶれ。くっふっ、うってぇ、カッキン、ほっ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 、あ、ちょちょ、いてやばい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 、よし。あ、無理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 。こうなったら、こうなったら、もろともやってもらいましょう。もろともやってもらいましょう。よしよしよし、そう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 。ほっ、え、ちょっと待って、あー、ついに。そりゃあ、無理だよね。そうなる予感も初めからしてましたよ。うわー、おじさん、ドアップ、かっこいいじゃん、ちょっと。くそー、どうしよっかな。どうしよっかな、どっからだっけ。買う？救急。違うな、あれはミスったんだよな、単純にな。あいつをまず一発で仕留められてたらなんとかなったはずだから。よし。ちょっと、再チャレンジ、再チャレンジ。こういう、今まであの、回復アイテムに頼ってきた、ツケが今回ったって感じですね。オッケー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 。よしよし。ドゥン。で、どっからだ？アホからね。よしよし、オッケー。さあ、面白くなってきたじゃねえか。やってやろうじゃん。ということで、まずは、ダイナミック入店、おはようございます。あれ、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 あっ、あれ。ほっ、ほっ、おし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 。ああ、ダメです。ダメです、ダメです。もうそんな、追加発注はほんとダメです。お邪魔します。で、でん、で、しゃがんどいて、スッと開けると、おばあちゃんがいる。で、あいつが、こいつをまず、ワットケイチでキー、ほっ、パリーン。あ、普通に連れ去られてるわ。お前の旦那普通に。え？やばいやばいやばい、旦那さんが若い女の子に走ってるのになぜあなたは切れないんですか。ほほほほほほほ、あっていっていっていって、何が起こった。うわ、2匹目ーてて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 てさっきから、あちゃっちゃっちゅ、痛い痛い、ちゃっ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 ちゃ、え？あ、なるほど。バーがいたか。バーが、ああ。ファイヤーカーニバルしてやがった。くそだりー。おー、面白くなってきやがった。まだまだ。こっからが挑戦っすからね。うん。これプレミアム放送にしようかな。そしたらなんかあの、録画だけど、ほら、見ながらコメントがその時に打てるってやつだったかな。あんまちょっと、よく仕組みを分かってないんだけど。さあ、面白くなってきやがった。行くぜ、ベイベー。でも、さすがに3回目死んだら、あの、あれだね。もう、あ、やった、ハーブだ。ハーブ。でもこれ単体ずつの方がいいよね、これね。ハニガンの予報が当たったな。大雨警報。よいしょ、ダメです。オッケーで、侵入と。大男ぶち殺せたら一番楽なんだけど、あんなに発狂するとは思わなかったからな。
こっちにいるとは思わなかった。ランダムなんだな。おい、危ね、危ね、危ね。あ、いっていって、あ、ちょ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 大丈夫？熱くない？あれ？死体が燃え切ったかな？あれ？なくなってるね。よし、キョッ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 。で、あそこのバケツを蹴っちゃうと大変なことになるから、なんかものすごい勢いで追いかぶさってきたけど。アシュちゃん、そんな、こんな、野外プレイなんてさ、積極的な。おい、オッケー。よし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 。だんだん、だんだん趣旨が変わってきてるような気がするけどね。で、どっちにいる？こっち？さっき、ファイヤーカーニバルバーいたよね。ファイヤーカーニバルバーは、あれ？カーニバルバー？あ、ちゃ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 、あ、カーニバルバー、そっちか。カーニバルバー、カーニバルバー、カーニバルバー、カーニ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 バー、あ、ちゃ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 、カーニバー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 。意味が変わってくるんだけど、カーニバー。ほい、よし、よし、キック。で、ウニウニするだろ？そうだよね、わかったぜ。結構長いことあれだね、倒れてるね、アシュリーちゃん。かわいいんだよな。大丈夫。やっぱ巨乳乳おっぱいを揺らしてるからさ、もう。で、よいしょ。ほんでよ。あれ、これアシュリー、これ、あ、か、これなんだ。え、かっこいい。ぴょん。なんかちょっと若干違和感のある動き方してたけど。で、ここの壁、バケツ当たるとあれだから。あれ？あ、おじさんあっちか。あ、だだだ、こっち来るの。こっち来るから反対側から回り込んで、あ、ちょちょちょ、まだしゃがん。まだ早い。まだ行っちゃダメ。で、よし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 。で、こっから、おやすみなさい。真夜中に出歩くからこういうことになるんすよ。ダメダメ、ほんと。ほんでもって、あ、そうだ。よし、いい感じやね。ダメージもそこまで受けなかったし。じゃあ、ここ。頼みます。登って、登って、登って、回る。中から開けてくれ。ドゥルルルル。飛んで、飛んで、飛んで、開かない。本当にいないよね。もうこれ以上いられると、つらーい。あれ？あ、開けてくれた。頼みます。ここは、めっちゃ開けてくれた。ここはそうだよ。で、上にも確かあるってんの。宝の宝庫。てん、ヒューマン。やった、銀刀君。あんま銀刀君嬉しくないんだ。もうあの、ただのお金パッチワークなんだよな。で、こっち進んでいくのはいいけど、確かまだ敵が眠っていたはずだから、登っていって、どうしようかな、強固隊さんね。よし。あ、ちょ、乗り越えてほしかったんだけど、これは、降りていくか。OK。今ので気づかないんだな。気づいてるんだよな。思いっきり気づいてるんだな。あっち、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 あっち。あ、今、完全にアシュリーをやったかと思ったけど。あー、こうなるのか、こうなるのか、マジかよ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 、アシュリー、あ、おいと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 、急に消えたかと思ったじゃないですか。で、ね、こっち、あれ、牛が復活してる。いや、そこはぐるんとできないはずですよね。よう、牛ちゃん、元気？元気にビーフしてる？ここは、どこ行くのって。ここだよ。あ、来た来た。
わあ、すごいおっぱい揺らしながら来たね。完全に正面衝突してる。でん。コロ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 。さーてと、行くか。あ、でもそっか、もう宝物全部取って、もう仕方がないんだもんな。やっぱ、ごめんなさい。先進みます。強固体、いやー、悩むなー。いや、うん。この先にも戦える強固体たくさん出てくるから、で、あのね、古城に関してはね、ちょっと僕ね、大丈夫？さ、風邪ひくんだったらさ、僕が温めてあげるよ。ほら、おいで。そんな動き回ってたら、寒くなっちゃうよ。そう。強固体に関してはまだあと2回戦える場所があるから、そこ、ちょっと、階段がうまく登れない。うん、そこでね、やってあげましょう。そこでやることにしましょう。で、あいつ後ろ向いてる時があるから、その時をする。ここ2体いなかったっけ？やっぱそうだよね。どうしよっかな。ガン見してんだよな。じゃ、奴が向こう行ったタイミングで、向こうに行かないでこっちにめっちゃ来てる。こっち来そうだな。こっち来る。こっち来てるね。バレる。バレたよね。そうだよね。今アシュリーがそうしたからだよね。ふい。あ、ちょちょ。甘いわ、カッキン。ちょ。あっち。ほい。よし。あー、また。もうこう発狂しすぎだで。ほ、よし、オッケー。芯をついたかな？隠し、あーん。ザクロのように飛び散ってますね。プルンプルンしてる。で、ここってなんか俺取り忘れてないね。大丈夫だね。よし。じゃあ仕方ない。あいつはだってもうガン見してるもんね、こっちはね。上がれそうって。ほい。あ、気づかなかった。何かが向かってくるな。へー、うえっていう感じだった。気づこうぜ。よっしゃ、こっちオープンして、次こそ熾烈な争いが待っている予定だから、一旦ここでセーブして終わりにしようか。うん。セーブするにはあまりにもちょっと過激なところだけどね。ということで、今回も動画最後までご視聴いただきました。どうもありがとうございました。ちょっとね、強固体は次回に回すわっていうね、あまりちょっと面白くないかったかもしれないですけど、まあ、だんだんね、回復アイクがね、このようになくなってきたところで、まあ、熾烈な争いが待っているというね、ちょっと面白い展開になってきやがったじゃねえか、というところでございます。じゃあね、チャンネル登録ボタン、グッドボタンを押してまた次回パートもお楽しみください。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。